初出場のメダルウィナーズオープン。セルジュラマ、ジュスイン・バラーダ。バンクーバーオリンピックのエキシビションでも披露しました。最初のジャンプはドリプルアクセル、流れもありましたね。ひときわ歓声が大きくなります。もう一度トリプルアクセル、ダブルトーループ。演技構成を変えてきました。トリプルルッツ、ここも変えてきましたね。3つのジャンプをきっちりと決めて、より難度の高いものに変えてきました。これをシークエンス。こういった訴えかけるところは本当にクルチェブ選手うまいですね。胸に迫りますね。今の3分30秒、そして圧倒的な存在感、これがエフゲニー・プルシェンコです。最後の最後まで持ってきますね、この人は。ジャッジのあそこまで目の前でアピールすることのできる選手ってそんなに多くないと思うんですけど、はい、さすが。そういうところ あまりいやらしくなくこう見せてくれますよね、プルシェンコ選手は。いやいや、でもそれにしても素晴らしいプログラムでした。はい、わあ、これはもう本当にあの会場とスケーターが一体になった、そんな感覚に襲われましたね。最後まで引き込まれました。これがプルシェンコの持つ力。あのソチオリンピック個人は6分間練習で棄権という形になった悔しい思いの後、久しぶりの競技会になります。滑り出しから
ずっと本当にその曲の中に入って、はい、これが最初のトリプルアクセルですね。高かったですね。高さ、はい、幅もあります。ランディング後の流れも良かったです。これももちろん加点がつくと思います。出来栄え点ですね。構成は自分の中では決めていたと思いますね。あとはそのコレオシークエンスでもこう曲のイメージ、そしてプルシェンコ選手が持つ内面にあるこう情熱をにじみ出して滑るところも本当に非常に良かったと思います。最後まで見せてくれました。どう？どうだった？ってこうジャッジに聞いてるようなこの表情がなんともさすがプルシェンコ選手ですね。最後は色っぽい目を視線を飛ばしていくのプルシェンコでした。今日一番の歓声が上がりましたか。代々木第一体育館トップは日本の小田 85.15。 ロシアの皇帝はプルシェンコさんの得点 86.95。 86.95、 逆転の優勝。技術点が 42.40、 演技構成点は 44.55 です。演技力は 9.25 をついてますね。非常に5項目ともに高いポイントになりました。高く評価されましたエフゲニー。